お仕事ロリ。お仕事ロリ。お仕事ロリ。どんなお仕事にも当事者でしかわからない小さな喜びがふと訪れます。それは甘くておいしい、まるで蜂蜜のよう。お仕事のハニーの瞬間、お仕事ロリ。さあ、もうすぐ書き終わるぞ。また来週、さようならと。って、ああ。余白が気持ち悪い。じゃあ前のページのここを削ればいけるんじゃない？いけるんじゃない？お仕事ローリー、収まった、ぴったり。これが放送作家の僕の快感。放送作家のお仕事ローリー、こぼれた一行が前のページに収まった時。書けた。さあ、あとは誤字脱字がないか見直しだ。よし、誤字脱字はないな。って、あー、チャレンジャーと挑戦者、同じ意味なのに2つの言葉が。じゃあこっちにして、お仕事ローリー。統一できた。あぶねー。これが放送作家の僕の快感。放送作家のお仕事ローリ。統一されていなかった言葉を統一できた時。ときて、まあ雰囲気もんだから、あのタレントさんが言いそうなこと書いておくか。そんなこと言われたら俺くまっちゃうなどありつつと、こんなダジャレ言いそうだもんな。さて収録だ。うまくいくといいな。って、そんなこと言われたら俺くまっちゃう。お仕事ローリー。まんま言ってくれた。これが放送作家の僕の快感。放送作家のお仕事ローリ。例で書いたセリフ部分をまんま言われた時。